いや。クラス出た。いや。出た。出た。二人クラス一緒？クラス？一緒じゃないな。今は一緒。今？今じゃない。これから。あ、一緒じゃない。一緒じゃないの？いや、一緒だよ。あ、土徳は一緒。土徳は一緒か。土徳以外は？ A B C D E アルファ。え、それはね、ギリギリ D だった。ギリギリ D だった？ギリギリ。マギク。一時できなくて B。ギリギリ。あ、一緒か。で、土徳が一緒。うん。土徳って初めてだね。土徳ってクラスどんぐらい変わるの？クラスがいたの？え、あると思うけど。それはあんまりわかんない。離れてんだろ。あ、じゃあマンスリーの時に変わるのかな。それぐらいかな。じゃあいい。変わる時がマンスリーでしょ。まあ、C に落ちると思ったけど、あと、なかった。危なかった。うん。まあ、ラッキーだったな。まあ、隣の人もあと、そんな身近な人の話はいいの。隣にとってこっちの隣の人は足りなくて、そうなの、下がった。あ、足りなくて下がったの。この恐ろしさってさ、結構痛感するでしょ。そう、問題よく読んでけばよかった。キアリスミスが、もうこれ言い訳だからね。うん、そうだね。頑張るしかないよ。時間配分したらさ、うん、先生いっぱい近く点取れてる。あ、そうなの。あ、じゃあ時間配分はやっぱりやることは正しいんだ。倍にはなんなくても、うん、そうだね、うん、点数は上がると思うから。ほら、サピックスの先生の墨付きってことね。時間配分、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、今までちゃんとやってなかったから、これからちゃんとやっていこう。うん、OK。 じゃあ今日も勉強頑張ろう。頑張ろう。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。バイバーイ。